のろぺこショップチャンネルです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらは可愛い猫の生地のペットボトルケース、そして小さなリュック型のポーチです。また動画の最後に一つ一つ作品番号とお値段をご紹介していきます。2点は保冷保温シートが付いたペットボトルケースです。こちらの大きい方が 500ml で、こちらが 350ml です。まずは513番の 350ml のペットボトルケースですが、こちらの生地も花柄の中によく見ると猫ちゃんが隠れてます。512番は 500ml サイズです。猫が電車に乗っている生地です。犬もいます。またどちらのサイズも取り外しができます。バッグなどにセットすると便利です。また内側ですが、2点ともこのような感じで保冷保温シートがついてます。小さなリュック型ポーチを2点ご紹介します。お色が分かりやすいので、まずはこちらの方で詳しくご紹介します。こちらは495番です。猫がお弁当を食べたりお勉強している生地です。こちらフロント部分にポケットがあります。後ろから撮影しますが、小さなリュックになってるんです。カラビナがついてるので腰ベルトにセットしたりバッグにセットすると便利です。口部分はファスナーで開閉、開けてみるとこんな感じで大きくガバーッと開きます。497番です。黒地に白猫の生地、フロント部分のポケットと後ろから、そしてこちらファスナーチャームクマちゃんです。内側も猫の生地です。作品番号とお値段を一つ一つご紹介していきます。通販ページはお店のホームページ、のろぺこ新入荷情報、2018年6月13日の中から作家さん個々の通販ページをご案内しています。動画の中に途中表示されるカードをクリックしていただくと入荷情報ページに移動します。ご覧になってみてください。495番、1260円、497番、1260円、512番、1056円、513番、936円。ご紹介の作品はすべてハンドメイドのため、ほとんどが一点物です。すでにお嫁入りしている場合はごめんなさい。またのろぺこのお店は常時委託作家さんも募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。ご出店の詳細はひらがなでのろぺこで検索していただいて、お店のホームページをご覧ください。